今回の神旅は、伏見稲荷大社、岩力山。千本鳥居をくぐること、約40分ほどで、岩力山のお社に到着。目の病が良くなる。先見の目、岩力が授かる。株式投資などの先見の目が授かる。と足しげく通う方が絶えないお社とのこと。なんと、お参りの後、すぐに視界が開け、景色がはっきり見えるようになりました。最近、パソコンの入力も不自由な具合で、勘を頼りに作業するようになっていたのですが、今は快調に編集作業できています。世の中、本当に不思議なことが起こる。身をもって体験しました。ぜひ、神旅ファンの皆様にも、ご利益をお届けしたい。と思い、いつもより早めに投稿をしました。どうぞ、ご一緒に参拝ください。それでは参ります。Thank you.